よし、沸いてるからこれ500やったの確か、ビデオラーメン。これをとりあえずこの今ボコボコなってんのを500取るな。ちょうどええわ。目分量でぴったり5000人、これ500人ほとんど出てくるんだ。もうちょっといいか。なんかちょっと。よし。で、沸いたら麺を入れるけど、ちょっと味付けはちょっと塩と、塩コショウと、で、この薄口醤油と。ちょっとだけ入れて、うん、そこにさ、日本酒ちょっと入ってたな。やっぱ日本酒入れたらうまいのね、こういうのって。飲みかけのなんかあれやな、ええやつやな。ええやつでしょ、料理酒、まあ、料理酒じゃない、まあ、気象料理酒ではないですね。ちょっと借りるか。しゃあないな、ちょっとだけ借りよう。もうちょっとやったな。もう目分量でいく、はい、俺の、はい、こんなんだって目分量しかレシピないからさ。クソ失敗したらおもろいですね。持って行ってもらったらどうするの。どうだどうだ。色で見なさないもんな。綺麗な。麺、掘り込むわ、麺、はい、大体3分、お願いします。待ってくださいよ。いきます。よいしょ。よし、その間に私めはこれもあるネギをちょっと、そこはな、俺は測ってくれてんの。はいはい、ありがとう、はい、こんなやったら3人分かいけるな。いいですね。だからこの割り箸入れてどうなるやろうな。醤油入れるんでしょ、またこのやつは。入れましたから。いや今回はでもこれ味見できへんからな。味見なしでいきましょう。でこういうラーメンとかでもな、味濃い人が好きやとか薄い人とかいっぱいおるのに、はい、これ企業が考えたその平均のところをポンと取んねんな。あ、そうですね。万人が美味しいっていうのかな、この。ラーメンスープっていろいろ混ぜたらうまないんですかね。あ、カレーのルーみたいにね。いやだからその俺がいつも見てるけど、カレーのルーを混ぜたらカレーが美味しくなるっていうのはもうほんまにまやかしやで。って言いますね。大企業の大企業やで、お前。ハウスでも SB さんとかでも一流の大学行って一流の研究所の人が一番美味しいと思ってる人コツを出してるのに、それ混ぜてどうすんねんって俺いつも思うのよ。単体で美味しくなるようになってるの。それはなんとなく僕も理解できるんですよ。でも混ぜてなんか混ぜたらどうなんだろうとか、うまないんですかね。あの理屈でいくとあかんのでしょうね。あかんね。さあ、いろんな調味料を、はい、もうちょっと入れるだけで味全然変わるからな。はい、もういけんじゃん、まだ。あとまだ30秒です。そんなんの、はい、
うわ俺もうこんなん盛ってもうわ。これ3分なんですか、そもそも。鍋のやつも大体3分じゃない。3分ない。約3分。もういけると思うわ、多分。もうええか、はい。もうあと何本？あと20秒なんで。もういけるやん、はい。ちょっとなんかうまそうな感じがしてんねんけど、どう？あ、絶対うまそうっす。あ、うまそう、うまそう。うまそうかもよ。まあ一応、まあなあんまりあれやけど、薬味はネギぐらいこう入れてさ。あ、いいですね。みんなそれぞれ箸持ってきてるんだから、はい。どうぞ。はい、ちょっとスープも欲しいけどね。確かに。あ、うまっ、これで入れるわ。みんなどれどれ。あ、これ入れようか。あ、スープは間違いなく。スープは多分うまいはずやねんな。ね、麺取ってなって好きなだけ。ちょっと試食があるから、これからちょっと あそこの海苔弁当ちょっと。こもりにしてもらおうか。まあまあ、すっごい量、すっごい量。じゃあほんならみんなで一斉にいただきましょうか。いただきます。いただきます。いただきます。うん、うん、うまいわ、うん。これうまいね。これはうまいな。これうまいわ。やっぱ高そうな味がする。うまい。うまいわ。うまい。うん、これは上品、ほんま上品やわ。これうまいわ。うまい。これはないわ。うまい。これはうまい。これうまいな。うまい。これはうまいわ。これ一番ですわ。うわあ、残るしな、味もちゃんと。うまいです。変なこう舌に刺されへん。ない。まろやかになってますね。インスタント、インスタントとは全然ちゃう。うん、濃くないもんね、味が、ね、これはうまいな。スープちょっとスープうまいね。やっぱスープ抜群。あ、普通にうまいわ。もう手震えてんだよ。重いです、重かった。殴られる重かそんな重ね、こんなもん、これ持たれんけど、もうあかんで、これ持たれんから。殴られる思ったけど。でも、ちょっと醤油足してうまい。いや、うまい、これはうまいわ。これはまあ、今回は、ね、成功というか。いや、美味しい。まあまあ、こんだけ煮込むや、別に美味しいっちゃ美味しいねやろ、これ、ね。この後ご飯入れても美味しいな。いや、うまいわ、でもマジでうまい。うん、まあ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 。ご飯入れても。でこれね、あの YouTube って結構データをしっかりと再生してくれた人っていうのが出るんですよ。男女比とか、うん、年齢層とか。ね、クラスまだ知らんですよね。男性登録の仕方とらんもんね、私らも。それはもう覚えてもらった。どうやって登録したいのかがまだ未だに分かってないっていうのが一個あるけど。男性女性でいくとどれぐらいの割合で見られてると思います？言うても料理やからな。うん、そうですね。自宅にみんなおるときも多かったから女性ちゃうの、うん、で女性の方が女性の方がちょっとだけ多いって感じじゃん。男6割5分女性3割弱3割で3割もうほとんどだから、まあ、ダブルスコアで男。まあそれ考えようによっちゃうな、はい、女の人見んでこれお前。貧乏人とお前メガネとハゲのおっさんが3人集まってさ、なんもないところでお前グツ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 とお前暑苦しいのは鍋炊いてな、6時間も7時間も別に何が始まるわけでもなく、そうっすね、ペチャペチャ喋って、はい、誰見んねんそれは。逆に3割の女性は何を求めて見るんですか。それ聞いてみたそっちの、ね、そっちの男としてはどうなん。俺自分でやってる方やから、はい、俺自身は楽しいけど、その俺が楽しいだけじゃあんまり伝われへんかもしれないから、はい、一般的にその知り合いとか聞いた。聞きました聞きました。俺なんかはさ、はい、おべっかで言うてくるやんか。やっぱそんなん言えへんやんかって自分は出てんねんから、はい、でお前らとかさ分かれへんやろ。 それこそその焚き火が、ね、人気っていうので、この鍋の中の映像でもそうなると鍋の中だけの映像でええんちゃうかっていうのがあったからもうこれでショックやで俺が。
そうですね、喋るなよ。ほぼ喋るなって、これ俺らが喋んかったら女性がパッと伸びたらどんなやつねんちょっとなってくるから、ずっと舐めん中だけ舐めん中でええやないよな、俺いらやないかって話になってくるやんか。 そうですね、それ言うなよって話やん。確かにね。で年齢層も出るんですよ、視聴者のサイズ。あ、そう。はい、ほぼ35以上のこと。その男女比がそこまで出ないんですけど、35歳以上のだから男女、だから若い層は、13歳から24歳まで 4% 見んわそら、貧乏なおっさんとお前、ハゲたおっさんとお前、メガネのおっさんが3人だよな。暑苦しい中でお前何もないとこでお前喋ってな、24のお前男女がやで、お前あれ見た見たよなんてこと言うわけないやろなことは、お前恥ずかして言われへん、お前秘密結社みたいな。もしそのうちで 4% が見てたら絶対誰にも言えへんから、誰にも言えへん性癖を持ってますみたいな感じやねん。そんなもんそりゃそうやから、拡散してくれへんのですか。拡散してくれへんさ、できへんから恥ずかしいて噂なるやないか、大学とかでお前高校とかで見てるらしいで、あんなおっさん3人で煮込んでるやつをみたいなの言われたら変わったな、変えてやで、もんなもんな、ありがたいけどね。で、その35からいくつまで35、これ分かれてるの、35から44歳が 35% 見てくれてます、うん、で、45から54歳が 33.8、 だから一番でかい、ほぼほぼっすよ、そこが、だから35から50、しゃあないで、46お前ら 5, 45で、5やろ、俺50やもん、45と50のおっさんが3人喋ってるだけで、お前暑苦しい中でやれよ、風も通らんところで、お前暑苦しい中で鍋もほぼ答えて、45とお前50のおっさんが喋ってみや、誰がお前24のやつが見んねん、そんなもん24のやつがお前45と50のおっさんが喋ってるらしいでって、その見た言われへんがな、人前で恥ずかしいって、これそれあかんってやつ、子供とか見るようなあれじゃないもん。子供は絶対、子供って何歳から見分かんの、分かんの、分かんの、これ子供ね、13歳から17歳って0歳とか、だって今ちっちゃい子でも見ない、2歳とか、まあ、それは出えへんの、そこの層はね、出てないもう鼻から0、13から17は0、え、じゃあもう0やん、13から17で0やねんやったらもう0やん、13以下は0もう 0から12は0やって、急にお前0から12までが 55% ってなるわけないねん、もうそんなもん、すごいな、で17歳以下はゼロゼロや、誰も見てないよ、誰も見てない。でも YouTube ってその辺の層には人気なかったらあかんじゃん、本来はそうですよ、あかんって聞くよな、はい、だからあのスポンサーつきにくいとかなんか、はい、高校生とかに見てもらわんと、うわどうする、子犬でも買うここでそうですね、それしかないんじゃん。めることないよなこれトイレ行ってきます。はい。ゴシゴシ。今んとこおもろいですね。ね、今んとこずっと回してるのもおもろいな。無音のトイレ行ってくるまで使って。トイレ行ってくる。お前やることないな。見てる人からしたら何を見せられてんねんな。あまり経済動いてへんとかいうのもあるじゃないですか。で、なんかこう自分でこう映像を見ててもなんか俺らだけがもし楽しんでてもあかんかなと思って、ちょっとなんですけども、その社会貢献を我々もした方がいいかなと思いまして、はい、社会貢献今日の食材はちょっとした社会貢献です。